じゃあ、そのしつこい男との戦い方は、まあ、アウトボクシングに徹するねって言いましたでしょ。あ、まあ、女性としてね、言ってますね。女性はそういうふうにするべき。じゃあ、向こうはね、その、ただいきなり、偉そうな口調で近づいてくると思う。男子の、そういう男子がいる。それはね、結局、振られたら、男子が傷つくから、そのリスクを回避するために、いきなり偉そうに。絶対嫌われるような言い方をして、繋がったらもう傷つかない。それで断られても、あ、俺が偉そうやったから、弱いから逃げた。って言うわけ。で、それを言いふらしたの。それはね、小学生男子によくおる類型やけど、大人になってもやってるやつおんの。そう、気づいたら笑っちゃうでしょ。自分の息子みたいでしょ。ああそう、ね。それは単身。まだね、小学生ぐらいでそれやってるんだったらね、あなたの息子さんがね。で、逆にね、小学生ぐらいでそれできなかった人、思春期までにそれできなかった人は、大人になってからそれやるし、で、幼少期や思春期までに十分できなかったことっていうのは、大人になってやっとできるようになったら、それ、再現なくやるもんやねん、実は。これがストーカー心理ね。で、例えば、その、うちは表示されて、なんか自分でもなんでこんなことしてんのと思いながら、ストーカーしてたよ、そら。な。って思ったらもう、ぐわーっと、圧力がかかんない。まあ、次にレイプしたらされた感じ。わかる？ザ・ムーンにね。次にレイプされた感じだったよ。本当に。なんで自分自身亡くなったんだろうとびっくりしたの。ね。うち女やから浮かされて、そういう風に。表示されやすいんですよ。また、いびつでしょ。性転換されてるから。この他人の部分がね、うちのおかしくなる要因でもある。ね。で、結局でもね、うちさんだって交際経験いっぱいあるもの。幼少期から。だから、まあ、振られることはたくさんあったよ。だからすぐ諦めれんねん。せやのにそうじゃなくなるっていう時は、必ず男性の霊が、ブワッと自己紹介して、ブワッとやってくんねん。その後、何ヶ月とか何年とか、何十年とか、下手したらな、変な状態続くの。要するに精神病状態は自我が原因で起きる。肉体由来ではない。ね。こういう普通のね、まあ、健全な肉体の、その、人類としては、本当にその、ごく一般的っていうか、人類として予定されてる顔ってはっきりわかるんですよ。で、肉体もそうなんですけどね。で、ただ、性転換されたからかなり男子っぽくなっちゃってるけど、それもやっぱり弱点でしょ。否めないでしょ、女性だったことが。こういうのね。で、この、僕も別に、だから手術、まあ、手術というか、手術されたの、3歳、直前、3歳の直前、満3歳の直前、2歳、1歳ですね。それでも体は必死で女性に戻ろうとしてるでしょ。で、まあ、結局、その、女性が男性を、その、許してしまうっていうのは、そうそう、男性かって女性から生まれるから。だから、まあ自分の子供として許してしまう場合はあるよね。子供っぽく見えてしまって。向こうは分かってる時々、子供っぽいふりをするよ。そういう詐欺師もおるのに実際。そういう職業についてた人たちもいるし、そういう職業についてる人たちが、そういう詐欺を行う。可能性はね、まあナンパ詐欺というかね。しかもこれがあるのから、これがあるのってね、人身売買絡みだったんですよ。ね、芸能界に勤めるような資産をしながら、芸能界ありませんかって言いながら、ポーンと売り飛ばす人もいる。ね、吉本興業にお前入ったらどうなるか、言うのになってるのかな、どうなるかって、いうような感じで、で、ポーンと売り飛ばす。そういう薬剤も薬剤じゃない。それ暴力だよ。そんなもんあるから。ほんま気をつけてな。そういうやつの言い寄り方はいろいろやけど、若いやつはスカウトみたいに。まあでも偉そうなやつもあるけど、女の好きなタイプな偉そうな。っていう流行りがあるから、その流行りをチェックしてるかな。で、じじいになったら、まあ、独特やけど、そんな連中のトップやから。だから、そんな連中に対するアピールがあって、女性に対する、ね、自分の家来たちに対するアピールの必要があって。だから、やたらその演技も。強い男ではないやつやねん、そいつ。でも強い男の演技して、自分の家来たちの関心を買うわけ。じゃあ女性に対してめっちゃ、SM めいた、そんな口調、S 口、佐渡口調。で、自分の家来にアピってるだけ。あれ自分の出資者。自分のパトロンたちがアピってるだけやねん。そんなもん磨ける、見分けること。
ほんで、アウトボクシングになった。向こうが慣れなしく言ってきた。拒絶すること。その、嫌な気持ち悪い。慣れなしく言ってきた。嫌な気持ち悪い。というふうに反撃すること。SNS とか。で、向こうが強い口調で言ってきたら、かわしながらそれを。で、あなたは文明人じゃないですね。っていう感じな、そういうシステム。こちらのが、はるかに教養も、行政的観念も、法律的観念も、哲学も、あらゆるものが人間として、市民として、完成されてないとやばいね。だから、なるそうあるから、しかもその、いわゆるウーマンリブとか、フェミニンとか、そんなんじゃない、ね。じゃあ、男性社会に溶け込んだ女性、そんなんでもないね。ちゃんと責任ある母として、自分の家族を守る母として、そういう態度を確立せなきゃ。また、娘時代の方は、そういう母に絶対なるの、という覚悟をね、決心をしっかりつけてる。そして、その、古典的な家庭観念なんか嫌よっていう、思ってる人を拾ってるやつが、例えば LGBT の人は、もしそうなら、そんなの狙ってると思う。ね、うちは LGBT じゃないの。無理やり性転換されたからな。で、古典的な家庭に育ったし、めっちゃ古風な教育だったし、うちも実に古風な女性やねん。古風な人間やねん。古典的な考え方の人間ですよ。ね。だけど、約束は大事。約束はやたら厳しいよ。女やから。ね。だから、約束が破られた時は非常に怒るよ。で、一旦も仕方ないなと我慢しても、次、その約束が叶えられるとか言ったら、絶対構えてくださいってことで。だからしつこいよ。約束もしてへん天皇は、早いやめろって言ってるよ。でも天皇やってくださいって約束した家には、早い天皇になってくださいって言うの。何してるんですかって。うちが天皇になれって約束したのは、あなたとあなたとあなたたち、その、これらの家ですよと。あの家じゃないんですよって。なぜ人の約束をそんな風に軽く見て、踏みにじるのですかって。怒るでしょ。これ女の特徴やねん、実は。